テネレは、サハラ砂漠中南部の一帯を指す故障。テネレ砂漠と呼称されることもあるが、テネレは、ドゥアレグの言葉で、何もないところを意味する。ニジェール北東から、チャド西部にまたがる40万平方キロメートルを超える広大な地域である。その境界とされるのは、西のアイル山地、北のホガール山地、北東のジャド高原、東のテベスティ山地、南のチャドコボン地である。 テネレの中心であるエルグデュテネレは、大体北緯17度35分、統計中度度55分の位置にある。テネレは、国所と乾燥の不毛の大地で、かつてのテネレの木を除けば、植物は生えていない。夏には42度に達し、年間降水量は25ミリメートル程度である。水の気象性では、悪名が高く、井戸は何マイルも離れている。歴史的に見れば、 かつては不毛の砂漠ではなかった。大昔にはこの一帯は海底にあり、その後には熱帯林になった。テネレの生誕からは巨大な恐竜の化石が多く発見されており、その中にはサルコスクスなども含まれている。テネレの木の跡地この砂漠は、いわゆるテネレの木で有名だった。砂漠の中にポツンと立っていたこの木は数キロ圏内で、 唯一の木だったが、1973年に飲酒運転をしていたリビア人のトラックが突っ込んで打ち倒してしまった。現在では金属製の彫刻が代わりに立っている。この不幸な事件にもかかわらず、この木の名は地域の重要なランドマークとして地元の地図などには記載されている。テネレは人口が非常にまばらである。人類史の初期の間は人々が暮らすのには より適した、記憶な地であった。この地に人が住み始めたのはおよそ6万年前のことと考えられている。彼らの狩猟の様子は発見された石器から伺い知ることができる。およそ1万年前からの新石器時代には岩を削ったり絵を描いたりしたことが現存する洞窟壁画から読み取れる。サハラ一帯が乾燥していくに従い人は減ってゆき。 紀元前2500年前までには、現在のような乾燥した土地になった。テネルの現在の主な住人はトゥアレグである。トゥアレグの三つの同盟は、フランス植民軍が来るまでは、この地を支配していた。他の人々としては、ハウサ族、損害族、ムーア人などがいる。1960年にニジェールが独立したことによって、トゥアレグの地は、 ニジェールの一部となって七つの県に分けられた。テネルの中央部はアイルテネレ自然保護区として保護管理下に置かれた。テネルの中心都市はアイル山地に近いアガデズである。この町は岩塩鉱脈の上にあるオアシスの地でもある。世界遺産登録地域テネルの一部を対象とするアイルテネレ自然保護区は1991年にユネスコの世界遺産に登録されたが、 生活権を侵害されたと主張するトゥアレグの反発を招き内戦に結びついた。このため翌年には危機遺産に登録されている。ありがとうございます。